はい、毎度メタボンです。今日はね、Maps.me っていうね、無料で使えるアプリをね、ちょっと紹介したいなと思うんだよね。皆さんどんな地図アプリ使ってます？まあ大体がね、Google マップ使ってる人多いんじゃないかな。まあ実際ね、日本で使ってればね、ネットがね、こう繋がってる状態であればもう最高のアプリケーションなんだけど、いや、ただ一歩ね、こう国外出てしまうと、やっぱネット環境がないっていう国ってまだまだ多くてね、そういったところだとやっぱりオフラインで使える地図って必要になってくるんだよね。ここ最近ね、 Google マップもね、オフライン地図、まあダウンロードしてね、ナビゲーションしてくれたりする機能はね、持っててね、便利になったんだけれども、まだね、ダウンロードできない国があったりするんだよね。そうすると困っちゃうわけで、今回ね、その紹介したいアプリケーションはね、 Maps.me っていうね、これ無料地図アプリなんだけど、最高なんだよね、っていうか最強なんだよね。なぜかっていうと、もう、ま、圧倒的な情報量なんだよね。あとはね、もう世界各国の地図がダウンロードできる。例えば韓国なんかはね、 Google マップでこう見てもね、情報が少ないわけで、当然ダウンロードもできないしね。でもね、 Maps.me はダウンロードできると。まあ、自分が行った国でダウンロードできなかった国ないんでね、もうほぼほぼいけると思いますよ。で、どういったところがね、優れてるかっていうと、まず Google のオフラインとちょっと比較してみたときに、 Google のオフラインは、まあ、自動車でこうルートを描くことはできるんだけれども、徒歩、あとはね、電車の乗り換えはできないんだよね。やっぱネットにつながっていて、初めて検索結果出してくれるから、そういったところの機能は制限されちゃうんだけど、 Maps.me はね、もう徒歩も OK だし、電車の乗り換えもね、オフラインでできるんだよね。これはすごいね。で、車のナビもね、有料道路と、あとはね、有料回避っていうね、このモード選択ができるからね、これも超絶便利なんだよね。あとはね、こう現地到着して、じゃあ宿泊まんなきゃいけないって時にね、こうカテゴリーの中からホテルっていうのをポチッと押すと、地図上にね、ブワーっとこうね、宿のこう情報が出てくるんだけど、それがね、booking.com の評価がこうポン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 とこう出てくるんだよね。なんでね、前ブログで紹介してね、 booking.com の評価は8以上にすべきっていうね、記事があったと思うんだけど、その8以上がね、こう選べるんでね、ピッ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 って書いてあるから、 7.8 あ、ダメ、 8.2 あ、いけるんだよね。そこ叩くと情報がミョンと下から上がってきてね、あ、なんかこう良さそうだなって思ったら、下のボタンをね、 booking.com と連携みたいなこうボタンがあるね、それポチッと押すとね、 booking.com の、ね、アプリケーションピョンと上がってね、該当するホテルがね、今日のレートで空き状況も全部出てくるんでね、これまあ、これはね、ここの一番最後の機能についてはオンラインじゃないとね、実現しない機能なんだけど、超優れものなわけ。もうこれがね、無料だからね、絶対入れた方がいいよ。なんでね、簡単にこうダウンロードして、まあナビゲーションをどういう風に使うのかっていうのをね、実際自分のね、 iPhone を使いながら説明していきます。まずね、 Maps.me ダウンロードしてみようか。これがね、起動した画面なんだよね。で、左下のね、この検索ボタンから、まあ、バンコク、じゃあバンコクをね、ちょっと紹介したいんでね、バンコクを選びます。で、上が2番目だよね。これを叩くとグイグイグイとね、バンコクに来ますと。で、これね、地図のダウンロードは拡大していくと始まりますね。こうやって出たでしょ、 71.3MB。 この中央ね、タップと。で、終わるまでちょっとしばし待つと。はい、間もなく、ダウンロードできましたね。で、これ拡大していくとね、もう結構ね、これ情報量はね、さっき言ったようにものすごい多いからね、こうやってね、いろいろ出てくると。なんでね、私が住んでたヒロムから、まあ、その近郊にいた向けてね、ちょっとナビゲーションっていうのをしてみようかなと思います。まず私が住んでいたのはこのね、サラデーンっていうところでね、これね、そう、日本語での検索、まだね、このタイだから日本語でこう検索 できたりするんだけど、もうそうだね、フランス圏とかアフリカに行っちゃうとね、ちょっと日本語での検索が無理なんで、現地の、まあ、英字でスペルが一言も一字も間違えてないこと、これ条件にね、あの検索ができます。こういくつかこう候補出してくれるような検索ができないんでね、一字一句間違えないでやる必要があります。はい、じゃあね、このサラデーンからスタート、左上の出発地を叩いてちょっと北上していくと、そこにはね、ドムアンエアポート、
ノックスクートとかこういうところで到着するんでね、これねスワンナプームができる前の、まあ、国際空港だったんでね、じゃあここまでのルートをちょっと検索してみると、まあ、こんな感じで出るんでね、今ね運転オプションはアクティブですって上にこう書いてあるんだけど、これはね、今有料道路、未舗装路、フェリー航路、高速道路を回避しているところなんでね、この2番目のね未舗装道路って結構すごいよね。これアフリカとかで超活躍するだろうね多分。まあね今参考程度に戻して有料道路にします。多分デフォルトはね有料道路になってると思う。なんでこうやって回避するための道を設定って上にあるんだけど、ここで変更できます。なんでねこのドルマークが実際こう有料道路通過していった時のまあ、ルートを描いてます。でちなみにこの車の隣の徒歩ルート、これもねちゃんと出るんだよね。7時間42分、まあ現実的にはね歩かないけどね。でこの下にさこうちっちゃい刷毛あるでしょ、心電図みたいなやつ、これは結局ね、まあ、高低差が分かるという機能です。だからハイキングしたりちょっと山登って降りたりする人たちにとってはこういった視覚的にも面白いかもしれないよね。でこのまた下にさルート管理っていうのがあるんだけど、これちょっと叩くと何ができるかっていうと、またね経由するポイントをね追加できるんだよね。例えば計画する、右下の計画する叩くと、まあどこ行きますかと、まあ例えばここのなんかどっか、じゃあここを選びますと、ここをね経由地点、停止地点を追加にするよね。そうするとほらこうやってね、これいくつでもねこう中間地点をね追加していけるんでね、すごく便利です。でねじゃあもう一回サラデーンの方に戻って、じゃあここからサイアン、マーブンクロンに行きたいな、行く場合ねどうしたらいいかなっていうのをちょっと教えると、まずねこれマーブンクロンでね出ないんだよ。マーブンクロンでやっても出ないでしょ。で MBK って言うんだよこれね。で MBK でも怪しいんだよね、近くのねバス停とかになっちゃうからね、結局ねそのダイレクトにそこのビルに行かないんだよね。ただこれとかね一番もうすぐ横はねマーブンクローンなんだけど、マーブンクローンセンターっていうバス停に向かいますよと、まあ一旦じゃあここにしようか。それで上の徒歩ではなく電車で行くとどうなりますかってやると、こうやってね BTS でね行けると、シーロムラインでこうナショナルスタジアム最後まで行けばマーブンクローン一番近いですよっていう提案をしてくれると、これ結構ありがたいよね。Google マップとかもねオフライン機能でこう、まあ、ナビをしてくれるんだけど、さすがにねこの電車のルートはね出してくんないんだよ。やっぱりネットにつながって情報を引っ張ってこれるからこそ使える機能であってね、このマップスミはねそういうのなくてもね電車のこういう機能が使えるというところはすごい強み。でもしね売宅で行くんであればこういうルートありますよとかね。でこのもう一個右側のやつがね、今ねこのバンコクだとねちょっとね多分 Uber とかねつながると思うんだけど、他の国でねガーナとか他のヨーロッパ圏とかでね Uber とか多分使えるようなサービスになってると思う。今度またね検索ボタンでね、さっき俺すげえっつってたのが、要は宿泊、要はブッキング .com の連携が素晴らしいって話をしたんだけど、この上から2番目ホテル叩くとこうやってまあ出てくるんだよね。その今地図の位置情報から近いところのホテルが出ると。でちなみにこのね左上の地図に表示っていうのをポンって叩くと、うわーっとこれ出るでしょ、 8.9、 8.8、 8.2 とか。これ何かっていうと結局ねブッキング .com の評価なんだよね、でこの右側のドル1個、ドル2個、ドル3個ってあるんだけど、これがね値段、要はドル1がね一番安いクラス、ドル3がね、一番高いクラスなのかな。で前言ったように前のブログでもね、説明したんだけど、ホテルの評価は8以上なんでね、ここのねフィルターっていうのをまた叩くとね8プラスで、例えばね一番安いところでゲストハウス、ホステルっていうのを抽出すると、
まあ、そういうふうに抽出できますよということなので、今ちょっとねうまくいかなかったね。で例えばなんだろうな、こうチトロームだとこういったとこグランドハイアットエラワンとかね、こういうとこバンと出るんだけど、これね下から上にこう指でスワイプすると情報が出てくるんだよね、こういうふうに。でここにねさらにブッキング .com で表示ってあると思うんだけど、これが素晴らしいな。これ叩くと何が起こるかっていうと、こう内部のねブッキング .com アプリに引き渡してくれて、その日の検索した日の当日の空き状況と値段が出てくるんだよね。まあ今日もね空いてますよと、 8.9 で2万7374円で泊まれますという情報が閲覧できるんだよね。これはねすごいよね。これはかなり使える機能だと思うよ。もう一回フィルターやってみようか。 8.8 プラスで検索出てた。こうやってね抽出できるんだよね。8以上で出してくれっつって。まあ でもね値段が分かった方がいいよね。価格帯一番安いところで、あこういうとこ出んね。ここがラグジュアリーホステル、ホステルだよねやっぱね。この価格帯は全部ねホステルになるね、うん、バンコクなんかいろいろねいいホステルいっぱいあるからね。はい、こんな感じです。でね、この旅を続けていって、もう通過国はもう不要になるよね、地図がね。で、結局スマホのデータも圧迫するっていうことなんで、地図データを削除します。で、どうやるかっていうと、要は右下の3本線叩きます。で、マップをダウンロードのところ叩く。そうすると、ね、今、現在入っている地図データが一覧出てくるんだよね。で、この太陽国もし消すんであれば、触りながら左にスワイプ。左にスワイプ、そうすると削除が出てくるんでね、これを叩くと、もうこれでもう消えました。すごい簡単、すごい簡単で、一回また戻るとね、地図データないよって言ってダウンロードしてくださいという状況になるんだけど、まあこれ離れていくとね、一応ね世界地図はね一応出てるんだよね。はい、以上です。はい、マップスミー超絶便利でしょ。なんかすごいこう可能性広がるよね、オフライン使えるからね、なおさらね。でこのねマップスミーもねちょっと弱点があるんだよね。これはね前もって触れておこうかなと思うんだけど、検索機能が使えない。まあそもそもね会社がアメリカだから英語なんだよね。でしかもね Google のようにこう曖昧検索でこう候補を出してくれるわけでもないから、一字一句スペル一つ間違えちゃいけないわけ。それがねちょっと難点かな。だから日本語で検索するんだったら本当日本に限定されちゃうよね。ただまあ日本人の多いバンコクとかあそこら辺だったら日本語でもそこそこヒットするんだけど、もうアフリカとか行ったらもう絶対ヒットしないよね。なんで目的地検索に関してはもう事前に Google かなんかでこう位置情報プロットしとくんだよね、置いとくんだよね。それを KML ファイルっていうのにねこう変換してエクスポートして、それを要は MapsMe に取り込む。そうすると位置情報が全部共有されるんでね、あ次ここ行けばいい、あそこ行けばいい、ここにホテルがあったっていうのをね Google マップと MapsMe で共有できる、そんなね便利な方法も紹介、ブログの方で紹介してるんでね、ちょっと読み込んでみてください。はい、今日はね MapsMe をちょっと紹介してみました。いかがだったでしょうか。この動画が良ければねいいねボタンをねぜひよろしくお願いします。またね YouTube チャンネル登録してない方はぜひよろしくお願いします。そんな感じでね、今日も動画終わりたいと思います。じゃあね。